はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、なかなか、集中して勉強できませんっていうご相談がありましたので、これについて共有できればと思います。勉強していても集中できていなかったら、もうほとんど勉強した意味がないんですよね。どれだけ、勉強したとしても集中していなかったら全然実力って上がってきません。なんで短時間でもいいんでね、集中して勉強していきましょう。で、そのための方法をね、ちょっと、何点かお伝えできればと思っています。大きく分けて、場所と時間とその他に分けました。まず、勉強場所です。勉強場所って、どこでもいいんですね。どこでもいい。集中できるのであれば、どこでもいいんです。人によって集中できる場所って違うんですね。だから、どこが自分で、自分の中でどこが集中できるのかっていうのを、いろんなとこ試してみて、探すようにしてください。イメージだと、勉強机に座ってね、勉強するっていうのが、まあ、一般的なイメージかもしれないけども、別に、それがいいわけでもないんですよね。まあ、悪いわけでもないです。その人によるってことなんですよ。私は勉強机で勉強するっていうのができない人なんですね。だから、結局は、まあ、家でできないんで、家だといろんな、なんていうかな、誘惑あるじゃないですか。テレビ見たりとか、布団敷いたらいつでも寝れちゃうんでね。そうなってくると、もう家ではね、誘惑を好きで勉強できない。だから私はもういつも外出てました。マクドナルドだったりとか、もう当時はマクドナルドかな。まあ今だとデニーズとか行ってね、仕事とかもしたりします。人によって勉強場所は違うんで、いろんなとこ探しましょう。まあその他でもですね、駅のホームとかね、駅のホームの待合室あるじゃないですか。ああいったところ暖かいですし、勉強もしやすいですよね。あとは、例えば百貨店、デパートの椅子とかね、そんなとこでもいいし、買い物行った時の駐車場の車の中でもいいし、お風呂でもいいし、お風呂も意外と、お風呂は意外と私やってましたね。お風呂の中。浴槽、多少、なんていうかな、水、タオルは置いとくんですけども、多少こうやって水かかるんですよ。かかったとしてもね、ちょっとほっといたら乾くし、私はそんなに気にしなかったんで、お風呂の中とかでもやってました。まあもちろんね、10分ぐらいしかできないんですよ。10分ぐらいしかできないけども、その10分でもやっぱり、集中できるのであれば意味あることなんで、いろんなところで試してみてください。教材がそこに手元にあれば、どこでも勉強できるんだってことなんですよ。だから、ここしかダメなんだっていう決まりはありませんので、どこでやっても全然構わない。だから、自分の中で、いろんなところでとりあえず試してみて、あ、ここ集中できんな、ここ集中できんなっていうところを、複数箇所持っておくといいです。そしたら、あ、ここでも勉強できる。あそこでも勉強できる。あ、ここで勉強できなくなったから、じゃあ次ここ行こうか。っていうふうに、いろんな選択肢ができるわけですよね。なので、いろんなところを、探してみて、自分の中で集中できる場所っていうものを見つけておきましょう。で、二つ目。勉強時間ですね。まあもちろん1時間とか2時間とかで、ね、できる方はいいけれども、そんなに人って集中できないんですよ。だから30分単位とかでこう区切りながらやっていくっていう方法が、まあ効率はいいです。効率はいい。まあ人によりますかね。まあ1時間できるってなれば全然1時間でも構わないですけども、そんな無理だっていうのであれば30分区切るとかね、10分に区切るとかでも全然初めは構わないです。で、その時に制限時間をちゃんと作るってことがすごく重要なんですよ。制限時間。勉強始めてダラダラやる方ってやっぱ多いんですよね。それって制限時間、この時間を区切っていないっていうことが一つの原因なんですよ。だからスマホでね、タイマー設定をするんですよね。例えば30分だったりとか、初めであれば10分とかでもいいです。もう全然集中できないっていう方はね、初めは10分からでもいいです。で、その後、10分が集中できるようになったら、じゃあ15分とかで長くしてたらいいので、まあ、締め切り効果みたいなイメージですね。人って締め切りがあるとやるけれども、締め切りないとやらないんですよ。それによく似てます。制限時間を作ると、その時間だけでもちゃんとやろうというふうにやる。制限時間がないとやらない、集中できないというふうになるので、制限時間を作るっていうのはすごく重要です。で、その他、睡眠ですね。これ、ちゃんと寝てないと、やっぱりね、勉強場所も、見つけた、この制限時間も作ったってなっても、やっぱりね、眠くなって集中できないんですよね。だからやっぱりそれなりの睡眠時間をちゃんと確保しておく。これもすごく重要です。あと、睡眠をとることによって頭を整理するんですね。勉強しますよね。勉強したことを寝ることによって整理するんですよ。だから寝るのも勉強ではすごく重要な役割を果たしてくれるんで、
ちゃんと睡眠時間を取る。まあ、6時間、人によっては7時間、8時間、まあ、7時間取ったら、まあ、人はね、まあ、大丈夫って言われてるんで、まあ、7時間ぐらいちゃんと取る。まあ、6時間でもまあいいでしょう。3時間とかね、2時間とかになってくると、やっぱりね、正直、集中して勉強できる場所を見つけ出しても、そこそこきついんで、やっぱりちゃんと睡眠は取るようにしましょう。あとはですね、立って勉強するっていうのも実は一つの方法なんですよ。座ってやってると血行が悪くなってくるんですよね。だから立ってやると暗記の効率が上がる、効果が上がるっていうふうに言われてます。あと眠気覚ましにもなる。もちろんね、2時間しか寝てませんなんてそれはきついけれども、ある程度もう睡眠時間を取ってるけれども、ちょっとね眠くなっちゃうとかっていうのであれば、この立って勉強するっていうのも、まあ一つの解決策になるので、まあちょっとやってみてください。あとはちょっと歩くとかでもありますね。立って歩きながらちょっとやるとか。まあね、外ではちょっとなかなかできないと思うので、まあこれは部屋と家の中にはなるとは思います。あとスマホ、もう最近はね、 LINE が普及してるんで、もうバン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  LINE になっちゃったりする方もいらっしゃるんですよ。これね、 LINE 来ちゃってこうやってつどつどこうやって LINE を確認するとかってやっちゃうと、もうやっぱ集中切れちゃったりするんですよ。で、効率悪いんで、制限時間を決めたのであれば、もうこの時間っていうのは LINE 見ない、もう携帯スマホは見ないっていうふうにもう決めちゃいましょう。もちろん調べるのに使うっていうのならば、それは OK ですけども、その時に LINE を見ちゃうとか、他事を調べちゃうとかっていうふうなことは、絶対避けてください。勉強時間を決めたのであれば、もうこの時間は勉強に集中する。もう勉強だけ。っていうふうに、ちゃんとメリハリをつけてね、ぜひ頑張って、行きましょう。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。